どうも、はじきりざめサメ社会学者リッキーです。さあ、今回は一部の人が大好きなサメ映画がテーマです。これまでにこのチャンネルでは数ある作品の中で割とまともなサメ映画を紹介したり、サメ映画のあるあるに対してツッコミを入れたりしてきました。今回はサメ映画のあるあるを深掘りしていくシリーズの社会編です。今まではサメがあんなにゆっくり泳ぐわけがないみたいにサメの生態についての解説がメインでしたが、今回は趣旨を変えてサメ映画の登場人物が巻き起こすあるある イベントは現実に起ききたこととがあるのかいいう解説をしていきますサメ映画にそんなに詳しくないという方でもわかるような内容にしているつもりなのでぜひ最後まで見ていただけると嬉しいですそれでは本編どうぞ あるあるの一つ目は、サメの被害が出ているのに、イベントが開催されるというものです。主人公がサメがいると警告しているのに、町の権力者などが耳を貸さず、海開きやサーフィン大会などの催し物が開かれ、そこでサメが再び人を襲い、何も悪くない主人公が結局サメ退治をすることになるという流れがよくあります。 もうこれはサメ映画の伝統行事と言っても過言ではありません。では実際にこんなことがあるのでしょうかこれは僕が知る限りこういう事態は考えづらいです。 というのも、サメによる犠牲者が出れば、どれだけ経済的な損失が大きかったとしても、人命優先でビーチが閉鎖されるのが普通です。まあ、それで無理やり開いて犠牲者が出た方が責任問われるでしょうからね。例えば、以前に動画で解説したエジプトの海岸でロシア人の青年がイタチザメに食べられてしまったという事故では、襲ったサメが当日に駆除されているにもかかわらず、事故が発生した古型を含むエルグアナからアブソマ湾南端までの広範囲で海水浴、スノーケリング、マリンスポーツなどが 少なくとも2日間ほど禁止されましたさらにたとえそれがそこまで危険ではない種だったとしてもサメが目撃されたというだけで海開きが延期されることがあります2017年7月19日茨城県のくじ浜海水浴場に30日ほどのサメが現れて死が翌日20日を遊泳禁止にするという事態が発生しましたまあ、ただこの時現れたサメというのがドチザメだったそうです、まあ、サメ好きの方ならわかると思いますが何をどう誇張しても危険ザメとは言えないような も小さくておとなしいサメです他にも2015年8月10日には鹿児島市の沖合で1.5メートルほどのシモクザメが目撃されただけで海水浴場が閉鎖されたということがありましたシモクザメは危険なサメとして紹介されることも多いですがまず好んで人を襲うことはありませんこの点を疑問に思う方は以前に僕がアップした動画を見ていただけると幸いです 一応サメ映画では、まだサメが襲ったという証拠がないという反論のもとにイベントが開催されますが、サメじゃないにしても、わけわかんない理由で人が失踪したり死体が見つかっていたら、海岸閉鎖したり徹底的に調査するのが正常な判断だと思います。 ここまで聞いて、あれってもジョーズの話は実は元にしているらしいから、実際にそういうことがあったんじゃないのって思う方もいるかもしれません。いい質問です。ジョーズの話は1916年にアメリカのニュージャージー州で実際に起こったシャークアタックをモデルにしているとされていますが、実はそれぞれの事故は離れた場所で起こっています。 1>, 1件目の事故がビーチヘブンという場所で発生した後、2件目の事故はそこから北に72キロほど離れたスプリングレイクという場所で起こり、3件目、4件目の事故が発生したマタワン川はさらにそこから北に42キロほどの距離に位置しています。約12日間という短期間に同じ州内でサメによるものとおぼしき事故が連続したので、一つの事例として有名になりましたが、ジョーズのアミティ島のような狭い範囲で立て続けに人が襲われたわけではなく、サメの被害があったのに対策を 怠った,ための事項とは言えません。 以上のようなことを考えると、上手に登場した市長が、なぜブロディー所長やマット・フーパーの助言を聞き入れずに海開きを強行したのか、むしろ疑問に思えてきます。まあ、これについて深掘りをすると、実はこれには映画で描かれなかった裏があります。映画の元になったピーター・ベンチュリーの原作小説の方では、サメとの戦いもそうなんですが、サメ騒動の中で巻き起こる人間模様に割とフォーカスが当たっていて、マット・フーパーが割とクズ野郎なことをはじめ、かなり映画と異なった内容になっています。 そしてその原作の中で市長のラリー・ボーンが実はマフィアと繋がっていて、そのマフィアはアミティの不動産に多額の投資をしていたということが明らかにされています。 つまり、海開きをしないと、観光地としてのアミティの不動産価値が下がってしまうため、マフィアが市長に海岸を閉鎖しないよう圧力をかけていたんです。まあ、これについては、サメの事故が連続して観光収益が下がったら、それこそマフィアも大損なんじゃないかっていう突っ込みところはあるんですが、少なくともこれくらいの設定を用意しないと、サメがいるのにイベント開催という展開はだいぶ無理があると言えそうです。 人間を襲った一食いザメに懸賞金がかけられることもサメ映画ではよくあります。ジョーズでも息子を殺された女性がサメに3000ドルの賞金をかけて街が大騒ぎになり、サメ漁師クイントがあの化け物を仕留めるなら1万ドルが妥当だと言ってかっこよく立ち去る場面がありました。ちなみにジョーズ公開当時の為替レートで換算すると、3000ドルは日本円で約90万円、1万ドルは300万円です。懸賞金が提示されたことで賞金稼ぎ取りの素人が集まったり、そこに一味違う プロが混じっているなんていかにも映画的展開ですが実はサメに懸賞金がかけられたことは実際に何度かあります最近の事例を挙げると2024年4月26日の朝カリブ海に浮かぶ島国トリニダートトバコで64歳のイギリス人男性がサメに噛まれるという事故が発生しましたこの時現地の議会が襲ったサメの首に日本円換算で約23万円の懸賞金をかけましたちなみにこの懸賞金は現在取り下げられているそうです他にも2022年にタイで12 2歳の少年が足を噛まれる事故が起きた際市長が少年を襲ったサメをそのサメが犯人だという証拠とともに持ってきたものには1000バース日本円で約4310円の賞金を払うと宣言していますまた特定のサメというわけではありませんが2012年にフランス領レユニオン島でサメの被害が連続した際フランス政府が大目白サメを殺した漁師に報酬を払うと発表したことがあります以上の事例を見ればわかる通り人食いザメに懸賞金がかけられるという設定自体はそこ まで非現実的なものではありません映画と違うことを挙げるとすればサメ映画では犠牲者の遺族が賞金を出すことが多いのに対し現実には行政がこうした施策を実行するということですしかしここで気になるのがそもそも人を襲ったサメを特定して駆除しそれを証明できるのかどうかということですサメの種類だけなら襲われた方の傷口や残された物証そして当時の海の状況や襲われた場所を元にある程度絞れる場合があります 例えば、1992年3月に日本の愛媛県松山で発生したシャークアタックでは、潜水服に残されていた髪跡の大きさ、残されていた歯のかけら、当時の水温などの情報を複合的に判断し、被害者を襲ったのは全長5メートル級のホウジロザメだったと結論付けられました。また、2023年2月にオーストラリアのスワン川河口付近で16歳の少女がサメに襲われて亡くなったケースでは、残された DNA を調べることでオウメジロザメによる事故だと判明しました。こんな風に襲った サメの種を絞り込むということはある程度可能ですがどのサメが襲ったのかと個体ベースで特定するのはおそらく不可能ですサメ映画では主人公の前に登場したサメイコール犯人という暗黙の前提の下でストーリーが進みますが普通に考えれば海にサメはたくさんいるので現れたそのサメが襲った個体なのか事前には分かりません一応ジョーズではアミティ島の周辺に巨大サメが出ることは滅多にないという話が出てくるのでこの問題をクリアしているんですがジョーズをはじめサメ映画で最も多く登場 するホウジロザメの分布はかなり広く世界中ほとんどの海に現れる可能性がありますちなみにジョーズの撮影地であるアメリカマサチューセッツ州のマサーズビニヤード島周辺もホウジロザメの分布域に含まれていますしたがって人を襲ったサメを駆除する場合 そのの海域にいいるる事故とは全くく関係ないササメメも含めたたくさんのサメを捕ままえる必要があります、まあ、この時点ですでにやめてほしいんですが、仮にたくさんのサメを捕まえたとして、その中に犯人のサメがいると証明できるかわかりません。事故が起きた直後であれば、胃の中に被害者の一部が残っている可能性があります。実際、先ほども触れたエジプトの事故では、捕まったイタチサメの中から被害者の体が発見されています。しかし、時間が経って消化・排泄されていればそれまでです。また、サメの歯は奥の歯がエスカレーターのように ががるるとととといいうう方法でで頻繁に歯歯生え変わわのでのの噛み跡も困難だと思われます、す、まあ、もしかしたら DNA や同位体を細かく調べて人を食べたことがあるサメかどうかを確認する方法があるかもしれませんがその確認をするまでに無関係なサメが何匹も犠牲になると考えると悪手だと言わざるを得ません実際僕が知る限り捕まえたサメが犯人だと証明して検証金まで受け取ったという事例は存在しないのではないかと思います はっきり言って、人を食ったサメを狙って駆除するという行為は不毛です。映画の設定としては盛り上がりますが、現実世界で検証金を出したところで何の解決にもならないというのはご理解いただけると幸いです。 サメ映画では何らかの実験のために飼われていたサメが人を襲う作品も多く存在します。代表格が1999年公開のディープブルーです。一応あらすじを説明しておくと、アルツハイマー病という脳の病気の特効薬を開発するために青サメの遺伝子をいじった結果、サメの知能が爆上がりして研究所内で大暴れするという内容です。 他にも極秘実験中に生み出されたサメが周囲の人やサメをゾンビ化させていくゾンビシャーク感染ザメやミミズなどの遺伝子を組み込まれて完全に怪獣と化したサメが暴れ回る新上洲最強生物の誕生など実験ザメが襲ってくるという設定の作品は数多く存在しますでは実際に実験対象のサメが逃げ出して人を襲う可能性はあるのでしょうかまあ、これはないと言い切っていい気がします 一応お伝えをすると治療薬の開発などでサメが実験に使われることはあります以前にも別の動画で紹介したことがありますが新型コロナウイルスの治療薬を開発するためにコモリザメというサメの免疫システムが調べられたことがありましたまた愛媛大学のプロテオ創薬科学部門というところがサメを使ってさまざまな抗体を作り出す方法を模索しており2023年には永楽部カを使った実験結果を発表しています生物が持つ化学物質などが人間の薬に応用された事例 はは多いいのので今後サメの研究がが医薬品開発ににるる可能性は十分にあると思いますただこうした実験は基本的に飼育しやすいサメで行われるはずです例を挙げるとトラザメやイヌザメなどですサメの中では小さく常に泳ぎ回るタイプではないため巨大な水槽ではなくても複数個体飼うことが可能ですそして人工環境下での繁殖も容易なのでサンプル数を確保しやすいというメリットもあります 先ほど紹介したコモリザメやエイラクブカはもう少し体が大きくなりますがどちらも水族館などで長期飼育されており危険とは言えないようなおとなしいサメです一方ディープブルーに登場した青ザメをはじめサメ映画で人を襲うサメたちは体が大きく常に泳ぎ回るため広大な飼育スペースが必要で繁殖はおろか長期飼育の実績すらほとんどないという飼育難易度がかなり高い種ばかりです、まあ、子供の頃は当たり前に見てましたけど 使っってて治療薬の開発ってバカじゃないのって思いますねなのでサメを使って治療薬などの研究をするという設定は現実にありますが用いられるサメが危険な種ではないので実験ザメが襲ってくるという部分が破綻してしまいそうですちなみにもし僕がその設定でサメ映画を作れと言われれば僕はニシレモンザメを採用しますニシレモンザメは大西洋やカリブ海などに生息するサメで名前の通りやや,や黄色みがかった体色が特徴です がが泳ぎ続けなくても呼吸すすることができます人工環境にもなりやすく水族館で長期飼育することも可能ですさらに言えばサメの学習能力や社会性を調べる実験で使われた実績もあります食べるために人を襲うことはほとんどありませんが鋭い歯を持つ大型種で比較的好奇心が旺盛なサメなので実験ザメが暴走して人を襲うという設定で出すなら一番現実的な選択肢な気がします はい。ということで今回はサメ映画のあるある解説、社会編として、サメ映画でよくあるイベントを深掘り解説していきました。ここまで見ていただき、本当にありがとうございます。リアリティがあるかは別にして、こうした設定をサメ映画のあるあるとして確立させたという点で、やはりジョーズやディープブルーのインパクトはすごかったんだなと思います。最後に悲しいニュースではありますが、ご紹介させていただくと、先日5月11日、ジョーズで最初の犠牲者、クリシー・ワトキンスを演じたスーザン・バックリニーさんが、 77歳でご請求されました。作中で映る時間自体は短い役ではありましたが、最初の犠牲者としての優れた彼女の演技があったからこそ、冒頭で観客が引き付けられ、中盤までほとんどサメが映らないあの作品が、サメが襲ってくる恐怖のスリラー映画として成立したという側面はあったと思います。スーザン・バックリニーさんのご冥福を心よりお祈りして、本動画の結びとさせていただきます。本日はご視聴ありがとうございました。